今回ご紹介するのはみんな大好きな LED ルームランプです。しかも 3000K の電球色に近い色合いなので、白色の強烈にまぶしい光の LED ではないタイプのものです。これは私のように車中泊で出かける人には特におすすめです。ここからは商品情報です。ルームランプ形状に合わせたこだわりのハスラー専用設計で見事にジャストフィットします。また可能な限り LED を詰め込み、バルブ交換では味わえない驚きの明るさを実現しています。 3000K の電球色は高級ラウンジを彷彿させる圧倒的な存在感で車内を照らします。またその光は落ち着いた大人の車内を演出いたします。ここからは商品概要です。商品番号は R490、 光の色は 3000K でオームホワイト色です。セット内容はフロントランプ、リアランプの2点セットとなります。これは後ろよ。よいしょ。これなんだろうな。歪んだ時に補正するやつ。なんだけど、何だっけ。いいや。つけていこっか。これとこれと。ここはない。あっちよ。この2箇所の場所に爪があるので、先の細いもので引っ掛けてカバーを外していきます。よいしょ、ちょっと落としちゃってな。簡単にやってるけど、映してあげるかな、貸して。グッとこうずらしたらここが取れる。ピッて持ち遠くに行くでしょ。こうやって置くんやろ。すげえ狭いな。どう置くんやろな。やっぱこうやな。ここ切り欠けある。こいつ自体は映る。こんな感じで手打つ。そう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 。行くよ。ガチャコン。どこや。これが真ん中に来るよ。もう少し中に入ってほしいな。うお、これ取れなくなる。もう少し奥に入ってほしいな。それでここに何か貼っとくんか。そういうことか。これはこうか。なるほど。きっとそうやで。奥に入ってまうから。ほらほら、こうじゃない。ここの高さとここの高さが合うような感じ。こうか、ひょっとして口か。
ほら、こんな感じじゃない？素晴らしい。ね。ちょっと弾いてくれる？つけるよ。おー、いい色。ねえ。ちょっと眩しかったけど。じゃあ切り込みがあるわ。入れちゃうよ。めっちゃなんかプト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 見えてるけど。気持ち悪い。いい？うん。おりゃ、おー、よくない？いい、いいよね、白い光よりね。よし、じゃあ行くよ。ここからはリアランプの交換に入っていきます。まずは純正電球を確認です。まあ、悪くはないけど暗いよな、こんな電気な。声なんかいい感じで映っとんじゃん。これ取り付けるで、取るよ。よいしょ、よいしょ。おー、取れた。この端子、ここがこれに変わるって感じ。こんな感じ。よし、じゃあつけるで。ここにこっちも ちょっとつけるから目気つけてよ。あ、向きが逆か。反対やな。たまに電球の端子に電極の向きがある場合があります。反対にセットした場合は電気はつきません。その場合は焦らずに反転させ向きを変えてセットし直してみてください。正常な場合はこれで点灯しますよ。で、パチッ。じゃあつけますよ。いい。うお、あったかーい、いい色。いい色やね、ほんと。ありがとう。ドアにしとくわ。今日の旅はここまでです。いかがでしたでしょうか？ハスラーの LED 交換が参考になったよ。という方はぜひいいねをお願いいたします。これからも一緒に旅を続けてくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。